どうもなおちんです。本日も戦国無双5やっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日は才が孫一使っていきます。大筒は強いんで孫一もちろん強いです。それでは孫一の技を見ていきましょう。固有チャージがチャージ2、そしてチャージ5となってます。チャージ2よっ、こいつは見切れねえぞ。いや、こいつは見切れねえぞ。このチャージ2、見た目すごい派手なんだけども、範囲がそこまで広くない。自分の横の方がね、あんまり届かないんだよね。チャージ5。そら、どっちが好みだ。よっ、いや、そら、どっちが好みだ。大筒といえばこのチャージ5の攻撃がめちゃくちゃ強いので強いんじゃないでしょうか。で、孫一はこれに固有チャージがついてるのでもちろん使い勝手もいいですし強い、間違いないです。それではいきましょう。やっぱりこのね、大筒は使いやすいね、使いやすい。でも火龍寺の方がどちらかというと使い勝手は良さげかな。まあ人それぞれだと思うんだけどね。でも孫一ももちろん強い、全然強い。孫一と火龍寺どちらともチャージ5に固有があるので、うん、どっちともまあタイプは違えども使い勝手はいいです。まあ空中チャージが、固有なんで、カズージはなんで、受け身取った時はあっちのね、チャージが結構役に立ちます。孫一ね、チャージ2がね、まあ悪くはないのよ、悪くはないんだけども、もう少し範囲が、広くてもよかったかな。この調子で行きたいもんだね。使い勝手は、うん、よろしくはないかな。まあ、早めにね、こう出るっていうことで、うん、出始めとかはすごいいいんだけど、うわー、いけるか、ちょっと待って、よし、危ねえ、危ねえ、あそこに入ったらアウトやからね、ギリギリだった、よし、はい、チャージ後が最後の攻撃が横に広がるんで、範囲は悪くないよね。悪くない。で、コメントでね、よく、技能の説明とかそういうのを、求められるんですけども、今ちょっと調査中です。どれが強いのかっていうのが、今まだちょっと分かってないんですよね。でも修羅がねどうも強いみたい、うん、まあ、修羅を入れるのと他を入れるのどっちが強いとか、まあそういう風にちょっと調べて、やってます。はい、よし、これほら、どっちが好みだ、決める、どうだ、どうだ。戦技がねやっぱ強いんだよ、うん、戦技強いキャラと強くないキャラってなんかはっきり分かれてる気がする。でも孫一は強い部類ではないかな、うん、そういうやつには移動で戦技のダメージアップを入れると、間違いないかなと思いますよ。ここだけ、おい、おい、ちょっと待って、ああもうヒット数も取った。あーでもいいか、多分大槌だったらば行くことができるでしょう。さて、よし、次はドイツだ。わしの役目はここまでだ。これで100体いけたね。オッケー、出番だ。戻します、いくよ。流れを変えないと、こっちを撃破しに行きましょう。ここのね、鉄砲隊か、ここは大筒で行くと倒しやすいよね。なんか近距離のやつで行くとなんかここに到着するまでにわーって食らっちゃって、次はドイツだ、なんか鬱陶しいんだよね、ここって。でも全然いけた、行くよ。ちょっと待って、危ないかも。
危ないかも。あれに多分全部入り込まれると負けだな。ちょっと待って急ぐ。ここでちょっとやばい。仲間いる、置いてきたんだけどな。マイルか。よーしセーフ。あ、いるにはいるんだ。いるにはいるけどちょっと押し込まれてたね。ほらどっちが好みだ。はい、あと1体いるでしょ。耐えきれん。誰だ。聞かせてもらう。どこに。お僕に倒されて。お前か。お前か。よし、はい、では、残り邪魔されちゃ困るんだ。3体で僕おしまい。あ、4匹出てくるか。4体出てくるけども、ボス級を3体倒しておしまい。いつもの向こう側で配置してるかな。若干ポイントが足らないか。いや大丈夫か。うん、後ろ4体倒せば多分大丈夫でしょう。いけるよ。はい、行きなさい。俺の腕は天下無双なんでね。出てきて、コンボ数が切れる前に仕留めを受けてみなさい。よし、うん、いいね。出番だな。蝶の一面、よっしゃ。侮らない。なんとか3万7000は超えるね。余裕だ。うん、コンボつなげなくても全然大丈夫だったっぽい。さて次はドイツだ。いやあ、解放者みたいな感じか。ジャンプのチャージは、はいはい、ちょっといまいちだな。やっぱりここを見ると数字が強め。ここまでなのですね。お前の心意気見せてみろ。防御力高いねお前。あーもうちょっと、わあおしまいだ。さて、はい、あと1体ドイツだ。行きましょう。弱いやつは何も残せねえ。まあ急がずとも全然大丈夫なんだけど。下がるならば。はい、まあ決めていくよ。片付けて。大丈夫でしょこれぐらいだったら。オーバーキルできるはず。狙った獲物は敵将撃ち取ったりだ。逃がさねえよ。かっこいい。渋いね。はい、ということで今日は災害孫一使っていきました。大筒はやっぱり強いし使いやすい。はい、ということで皆さん大筒キャラ、孫一和氏使ってみてください。ではまたやっていくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。